はい、どうもパチオです。大富豪やっていくんですけど、実はね、いつも当日にアップする当日に撮ってるんですけど、今日は1日前日曜日に撮ってます。それが理由がね、一押しガチャということで、とりあえずやっていくんですけど、今日話す内容はね、次の CD のね、ティーンズユニットってのが、なんか選挙で決まる、投票でね、決まるということで、まあ、ぶっちゃけ、あれだよね、総選挙みたいなもんだよね。っていうとこですね。僕はね、正直言って、はい。10連ガチャで確定。今回の、とりあえず先にこれ。はい。今回のね、投票ね、正直、7D2 でもし選ばれなかったら相当やばいと思ってて、まあ、とりあえず6人の選抜のうち、ゆうかたんとおうちゃんは確定かなーと俺は思ってて、その次ぐらいに、上村あゆかちゃんは入るのではないかという予想。まあ、なんでかっていうとね、まあ、簡単には人脈が広い方が有利な、ルールで、どう言えばいいのかな。まあ、とりあえず、大富豪やるだけやっていきましょう。例えば、ゆうかたんとかは、自分のファンの多さも ともかく、須田会のメンバーですから、だからなんか須田票がなんか1割ぐらいは回ってくんじゃねえかなみたいな、そんな気がちょっとしててね。まあ、その1割よりもっと回ってくんじゃねえかなってのが正直なことかな。うわ、これきついな。いいね。そういう意味では、そのトップ争いっていう意味では、王ちゃんの方がちょっと辛いのかなーなんていう思いをしつつ、まあいいや。だから、ももたんも、まあ、だから正直、マジか。まあ、簡単に言うとね、まあ僕は思ってることなんだけど、まあ、SKE ね、このまんまの規模ではやらないと思ってて、正直。まあ、多分日曜日に出した動画でちょっと喋るんだけど、まあ、コスト的な問題もありつつ、まあ、コロナでね、いろいろと営業が難しいっていうのもあるから、まあ、ちょっと辛いんじゃないかなっていう、このまんまやっていくのは。だから、人員削減っていうのがね、いつか繰り広げられると思うんですよ。だから、まあ、具体的に言うと、今回、その投票の対象でないメンバー、20歳以上のメンバー、プラス、今回、22人のうちの6人に入れないメンバーというよりは、その6人に入れない、
年長メンバーが、年長メンバーというか木の長いメンバーかな、まあ、とりあえず今選抜メンバーに選ばれてるようなベテランメンバーも、もう2年3年したら全員いなくなると思っていい。なんなら6期生ですらもう25歳とかになってくメンバーがほとんどだから、なんならもうエゴちゃんが24、25とかそんな状態だからね、当時最年少だった。でそんな時に、まあ上がほとんどいなくなった時に、まあ選抜になるであろうメンバーを、まあおそらくだけど運営が思ってるのはカミングフレーバーのメンバーだね。なんだけど、それ以外のメンバーをやっぱその指標というか、その数字を持ってるメンバーにしたいというのが今回の投票の目的だと思うのね。握手会じゃなくて、だからもう直接金を持ってきたメンバーが強いという、そういう今回の戦いだと思ってるのね。でそういう話になってた時に、もう 7D2 は今回のメンバーの中では一番ベテランなわけで、でそんなベテランの中でもう若手に遅れを取ってるってことは、もう持ち直す望みはないという感じがするのね。てなわけで、もしかしたらだけど、もうこれでもうほとんどリストラに近いようなことが行われるんじゃないかという、そんな予感がねちょっとだけしてるのね。これはもうジョーカー単独で出すっていうあれでいこう。ジョーカーの使いは気をつけよう。3持ってるかな。うん、だよね。おい、で本題っすわ。で今回ね、そのあ、まあ本題に入る前に、だからぶっちゃけると3人 7D2 の中で、まあだってユウカタンとかはまあ選抜ほぼほぼ確定だから、だから危ないと思ってる。だから上村愛優か、水野愛理、愛川ほのか、この3名は絶対に今回選抜に入らなきゃいけないと思ってるのね、今回のその22分の6の中に。なんだけど、だから実は今回のルールって、その1人2票投票できるっていうことで、相当ねその上村愛優か有利のレギュレーションのはずなのね。まあ優香たんがおそらくトップで通過する であろう、そこのまあ愛優かで入れたい人っていう、まあ今ねその若手でコンビ売りしてるとこって、昔はそれこそね、ジュリレナーからスタートして、ね、古柳、ね、小木売り、まあ、各期にそのコンビ売りをしてるとこがいたんだけど、その、今若手でコンビ売りしてるとこってのがほとんどいない。そんな中で、あいうかってのは強いから、もうここで勝てなかったらいつ勝つんだっていうね。もうさすがに今回は勝たなきゃいけないだろうっていう。逆に言えば、その、
他のとこはともかく、その今回落とすようだったらもう上村愛友香が今後上に立つというか、その前に出てくる目はないんじゃねえかって俺は思ってて、まあ押してるわけよ今俺は。でそれはどうしても避けたいっていう、避けなきゃいけないんだろうなということで応援したいとは思ってる。で今回なんだけど、僕の人生初なんだけど、投票しようと思ってる。まあ今までねずっとね一切の課金をしてきてなかったし、なんなら CD も買ってないし、そんな中なんだけど、今回は何らかの手段で投票しようと思ってる。まあ投票するったって一票だけどね、そんな総選挙の時のね、いろんな人みたいに複数買いするようなことはしないけど、これは辛いな。ほう、そこから出るな。出さねえんだ。立ち切りは慎重に行こう。考え中。うん、まあそうだよね。持ってるはずだもん。ニートジョーカーをいっぱい。ここで革命は困るんだけどね。あら勝てた。まあね、今回の、まあ、本題というかあれなんだけど、まあ投票はしようと思ってますわ。でね、僕はまあ一押しが昔はね、古川愛理で、まあその後まあいろいろあって上村愛友香まで来たわけだけど、他の推しが一切俺に金を使わせなかったんだけどね、俺に金を使わせた初めての女ということで、こうやってね、全然会ったこともねえやつがね応援してるんだぞっていうのをね、ちょっと知ってもらいたいっすわ。俺ジョーカー持ってるよね、富豪さん。最初から2位狙い？革命がやりたいとか。俺に勝てたと思うんだけどな。まあ今回はね、ガチャに始まりというか、まあガチャはおまけのつもりだったんだけど、最初にやったけどね。まあそんな話でね、まあ僕としてはね、なんか今回そのね、選抜というかティーン選抜なのかな、
選ばれないことでね、ちょっと心折れてやめるっていう方向に行かないようにね、ぜひとも祈ってますけど。まあ、逆に、いや、その、他の 7D2 の子たちもね、俺はなんか、もうそろそろ、ね、なんかそういうのに選ばれないと本当にやばいと思ってんで、まあ、8期、9期とかの子もね、まあ、本当は入りたいとこだよね。まあ、だから、俺のメンバー予想、とりあえず、だから、ゆうかたんおうちゃん確定、あゆか入る、だから、みれいちゃんとか入るのかね、ね、ももたんとか俺入りそうな気がするわ。で、もう一人って思ってんの。さあ、どうなんだろうね。僕の勝手な予想だよ、これは。まあ、最後になったけど。どうなんだろう。まあ、俺、握手会の指標とかね、あんまり詳しくないからね。なんせ、現場行ってないからね。まあ、でも、まあ、露出とか、その、見てる限りでの、その、ね、楽しさとかで言う、ね、あと将来どうするのかっていう話になると、その辺のメンバーがいいんじゃねえかな、なんて思ったりするんですけどね。まあ、他の若手推しの人は頑張ってくださいよっていう、そんな感じで。まあ、実際に、その、今回、勝てなかったら、本当にいつ勝つのっていう、上村あゆかちゃんには、もうぜひとも、あの、選挙活動とかもしてほしいなとは思うんですけどね。あんまりやらないんだよな、この子。じゃあ、終わりにします。以上、パチョでした。バイバイ。